加藤決理愛は、日本将棋連盟所属の女流騎士。女流騎士番号は65。宮城県仙台市出身。石田和夫球団門下。N 高等学校卒業。小学2年生の時、将棋日本シリーズと同時開催のテーブルマーク子供大会参加賞の駒形消しゴムが欲しくなり、兄に教わって将棋を始めた。二千十六年四月。 関東研修会に D1 で入会。2017年9月、関東研修会の例会で6連勝して C1 に昇級し、女流3級となる権利を得た。その後、女流騎士資格申請を行い、2018年4月1日付で関東所属の女流騎士3級となった。これより2年以内に女流2級に昇級すると正式に女流騎士と認定される。 2018年7月7日、第12期マイナビ女子オープン一斉予選決勝で、水町美優を破って、本戦出場を決め、マイナビ女子オープン本戦入りとし、昇級規定、女流騎士昇段級規定の女流1級に該当した場合を満たして、同日付で、女流2級に昇級し、正式な女流騎士となり、女流騎士番号65を付与された。石田和夫球団門下には、 一番弟子の勝又清和、初代明王となった高見大地をはじめとする多数の騎士がいるが、女流騎士は加藤が初である。2019年度、第27期大戦名人杯倉敷投下戦で活躍を見せた。2019年6月13日の4回戦で、香川愛生に勝利して、倉敷投下戦、ベスト8の規定を満たし、女流1級に昇級した。 同年8月25日の準々決勝で、井戸千尋に勝利して、倉敷投下戦、ベスト4の規定を満たし、女流初段に昇段した。続いて、同年9月19日の準決勝で、谷口幸に勝利して挑戦者決定戦に、進出したが、同年9月25日の挑戦者決定戦で、伊藤えに敗れて、タイトル初挑戦を一した。伊比社党。 ありがとうございます。